上がってきました。前頭筆頭はこれが3回目ということになりますが、なんとか三役昇進を目指したいこの場所。結び前の一番です。現在31連勝中の横綱白鵬です。高安がもろ差しという瞬間も一瞬ですが2回ほどあったんじゃないですかね。惜しかったです ね。今日で対戦成績が4回目なんですね。4回目にしてこういう風な相撲を取れるってことはね、今後またこんな相撲を取れると思うんですよ。高安にとってみればいい相撲内容でね、横綱を苦しめたという内容の相撲になったもんですからね、これは本当に糧にしてもらいたいです ね。 そうですね。そしてお客さんがよく知ってますよね。高安のこの健闘に対して、花道を引き上げるときに、たくさんの拍手いただきましたからね、これもまた大変いいなと思ってます。そうですね、今日の中では武山さん一番熱戦と言ってもいいでしょうかね。そうでしたね、本当に横綱をここまで苦しめた高安もね、今後期待できるんじゃないですかね。武山さん、いつか、倒せる時が来るような、倒さなきゃいけないんですよね、どんどん上目指すようになればですね。しかしそれにしてもこの白鵬の優れたっていうのは対応の速さですね。藤井さんおっしゃる通り、苦し紛れなんですけど、対応は本当に速いですよね。一瞬左四つになり、また右を巻き替えられそうになり、そういう時でも体勢が止まらない、下半身は盤石の構えをしながら、上半身で動きが必ずあるというだから本当常に攻めてたのは今さらに水に吸しましたね。やっぱりよっぽどねちょっとしんどかったしんどかったですね。これは珍しいです ね、暑いですしね。高安からしたら左四つ先に攻めた方が良かったっていうのもありますし、その中でちょっと、外掛けとかね強引に来てましたからね。そういう足技があるとね、ちょっと強引だった分ちょっとね、攻めがもうちょいできたかなと思ったんですが、実は、高安はですね、今取り組みの再生を見て、何か答えてくれようとしてるんですが、もう息が上がって答えにならない、そんな状態のまま風呂場に行きました。ただ高安も稀勢の里の胸を借りているわけですから、それで左四つの相撲がこうして取れるようになってきましたので、そのうち、横綱白鵬、それから春の富士も、右四つの方が得意なわけで、喧嘩四つで対抗するようなね、稀勢の里とともに。稀勢の里はね、横綱2人に対して左四つになったらこう、負けないぐらいの力を ね、つけてきてますから、高安もやっぱそういうのが欲しいですよね。いやでも何か高安の先を期待を持たせてくれるような相撲を見ることができました。さっき竹熊親方がおっしゃった通り、こうなったら相撲になる、こうなったら勝てる道がこう見えましたから、左四つに組み止めてどんどん先に攻める相撲を覚えてほしいですね。
あの先場所白鵬と稀勢の里が14日目に全勝対決になりました。これも稀勢の里が得意の左四つになってあわやという場合があったんですが、そうですね、うん、あの左四つになった時はね、多分お客さんでも、ね、みんないけるんじゃないのかなって、ね、ほとんどだったと思うんですけどね、あそこで負けないのが横綱の強さなんですが、さあこれであの白鵬は32連勝としました。土俵に